磁気性、栗型装飾、下絵付けのタイル。ザカリーヤー・カズーイーニーの著書、非造物の脅威と万物の賃起を示す絵柄。19世紀乱世、ザカリーヤー・イブン・ムハンマド・アル・カズーイーニー、1203年から1283年、あるいはザカリーヤー・カズーイーニーは、ペルシア人の法学者、宇宙構造論学者、地理学者である。宇宙史として、有名な2冊の書。 博物史、秘蔵物の脅威と万物の賃貴及び地理書、諸国の遺跡と信者の情報を、編纂、執筆したことで知られる。カズウィーニーは、そのニスバが示す通り、現在はイランのカズウィーンで13世紀の初頭に生まれた。カズウィーニーの一族は、古くからカズウィーンに定住していたが、祖先は有名な教友のアナスブンマーリクの系譜で、アラブに起源を持つ。 とする説もある。カズウィーニーは、モンゴルのペルシア信仰に際して西方へ逃れ、モースルで、法学、哲学を中心に、地理学、天文学、地質学、植物学、動物学なども学んだ。哲学者、論理学者のアスイールティームアブハリーや、歴史家のイブンアスイールにも教えを受けたとされる。法学に精通し、ワースイートやヒラなどイラクとペルシアのいくつかの都市で、 裁判官を務めた。ワースイトでは、マドラサで、教弁も取っていたという。裁判官としての活動をやめた後、カズーイーニーは、知識の収集と学問の習得に勤しみ、メソポタミアやシリアなども旅した後、イルハンチョウのバグダード大主アターマリク・ジュワイニーの庇護下に入った。カズーイーニーが編纂した、博物史、非蔵物の脅威と万物の陳記も、ジュワイニーに献じられたものである。 秘蔵物の脅威と万物の賃貴写本の表題しカズーイーニーが編纂、執筆した書として有名なものが、博物詞、秘蔵物の脅威と万物の賃貴と、地理書、諸国の遺跡と信者の情報である。19世紀ドイツの東洋学者で、両書を編集し、ドイツで出版した、ビューステンフェルトは、この2章を合わせて、宇宙史と呼んだ。これは、 神羅万象の膨大な情報を取り上げ、それらを神の権限とみなす著作ということで、カズーイニーのものは、そのような書の代表である。これらの書には、カズーイニーの博覧狂気ぶりが現れている。非蔵物の脅威と万物の珍記は、12世紀にアフマドトゥスイーによって表された同盟の書があり、カズーイニーの書も、共通の枠組みを持ち、多くの引用を行うなど、 トゥースイーの書から大きな影響を受けているが、カズウィニーの書の方が、知識の体系化や網羅性が徹底しており、より幅広い読者に浸透したことで、非造物の脅威と万物の陳記といえばまず、カズウィニーの書が思い浮かべられることが多い。非造物の脅威と万物の陳記は、カズウィニーの知識の収集と学問の習得の、帰結だが、これを編纂した動機は主に信仰心であり、 あらゆる自然現象、死んだ番章は叶うべき神の語号であるとする世界観を表明し、読者の注意をそこへ向けようとしている。カズウィーニーの非造物の脅威と万物の沈記は一部の専門家向けではなく、より広範な読者層に向けて表された書であり、カズウィーニーは編纂者として書文献の記述をそのまま盛り込むのではなく、主者選択し整理して、 矛盾や破綻を排止、議論が複雑化しないように努めている。同じ意図で、カズーイーニーの書には豊富な挿絵が挿入されており、多くの写本が作られ、広くルフした。原点は、アラビア語で表されたが、ペルシア語、トルコ語への翻訳も行われている。非造物の脅威と万物の賃起が博物史であるのに、対し、諸国の遺跡と信者の情報は、主として、 地理学を扱っている。不可視のものも理解できるよう可視化を重視し、挿絵が豊富だった、非造物の脅威と万物の賃起とは、対照的に地理的情報を対象とする、諸国の遺跡と信者の情報は、記述は具体性に富んでいるが、通常写本において挿絵は施されていない。ありがとうございます。